オールバニ・パトルーンズは北米プレミアバスケットボールに加盟しているアメリカ合衆国のプロバスケットボールチーム。チーム創設は1982年、ワシントンアベニュー・アルモリーをホームアリーナにした。創設初期の1984年と1988年の2回優勝を果たしている。初優勝を導いたヘッドコーチは後に NBA で複数回の優勝を果たす。 フィル・ジャクソンである。また、2回目の優勝時のヘッドコーチは、ビル・マッセルマン1990から91、シーズンは50勝6敗の好成績を記録した。この時のヘッドコーチも、また、NBA で豊富なコーチ経験を誇っている、ジョージ・カールである。また、当時のメンバーには元 NBA 選手でもある、マリオ・エリーやビンセント・アスキューが在籍していた。 1992から93シーズンの後、地元企業の講演を受けて、キャピタルレジョン、ポンティアックスにチーム名が変更。1年後、再びチーム名が、ハート・ホーとヘル・キャッツに変更され、その後もフランチャイズが移動している10年以上に及ぶリーグ不参加の後、2005から06シーズンに CBA へ再び加盟した。そして、 元 NBA 選手で1987から88シーズンにはバトルーンズに在籍したマイケル・レイ・リチャードソンがヘッドコーチに就任した。また2006年には春季に開催されるユートブルに新たに加盟した。ありがとうございます。